ルノー RE60 は、ルノースポールが1985年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーは、ベルナールデュードとジャンクロード・ミジョー。改良型の RE60 バイトは、フランスグランプリから投入されたが、良い結果を残すことはできなかった。前年に引き続いて、パトリック・タンベートでレック・ワーウィックがドライブし、最高成績は、 タンベイによる第2戦ポルトガルと第3戦0割サンマリノでの3位。ルノーは F1 チームへの資金提供が市販車の技術開発に何ら寄与していないこととレースでの敗北が悪い宣伝になるとしてこの年限りで参戦停止を決定した。RE60 は RE50 の進化型でその成績はタンベイによる表彰台が2回とったチームに先駆けて ターボエンジンを開発してきたルノーにとって1977年以来最低の成績しか残せなかった。ルノーチームとそのターボエンジンは着実に開発が進み成功したが、コンストラクターでもドライバーでもタイトルを取ることはできなかった。ルノーの主任エンジニア、ミシェル・テツと主要人物4名がチームを去り、チーム全体の雇用構造はシャッフルされていた。これは、 ルノーチームにとって災難であった。リオデジャネイロのジャカレパグアサーキットでシーズン前に行われたテストでワーウィックのドライブによって問題が判明した。RE60 は RE50 よりも3.5秒も遅く、ワーウィックは後にドライブすることは不可能と記した。1985年はルノーのファクトリーチームにとって第一期挑戦の最終年となった。ルノーは後に V10 自然吸気エンジンの供給で成功。2001年末にベネトンフォーミューラを買収、改名して、翌年からファクトリーとして2度目の参戦を果たす。1985年シーズンに、ルノー V6 エンジンを使用した4チームのうち、ファクトリーチームは、ロータス、リゼに遅れを取った。ロータスは、コンストラクターズ4位、参照を上げて71ポイントを獲得した。 二勝はアイルトン・セナ、もう一勝はエリオ・デ・アンジェリスによるものであった。リジェはコンストラクターズ6位、ファクトリーを7ポイント上回る23ポイントを挙げた。シーズン中盤からルノーエンジンを使用したティレルは3ポイントを獲得した。デレック・ワーウィックにとってルノーとの最初の契約は1984年のことであった。 この年ホンダエンジンを使用するウィリアムズが彼にアプローチを取った。ウィリアムズはリジェに移籍したジャックラフィットの代役としてワーウィックに白羽の矢を建てたのであった。ウィリアムズの勝利はダラスにおけるケケロズベルグのみであり、ワーウィックはルノーを選択し1985年の再契約を交わした。ウィリアムズは最終的にナイジェルマンセルを選択した。 果たして1985年、ホンダエンジンを搭載する、ウィリアムズ FW10 は4勝を挙げ、ワーウィックは後悔することとなった。マンセルの挙げた2勝は、彼の初勝利も含まれた。2勝目の南アフリカグランプリは、南アフリカのアパルトヘイト政策に対する、フランス政府の抗議として、フランス系 F1 チームがボイコットした。マンセルは、その後31勝を記録し、 1992年にはドライバーズタイトルも獲得した。一方ワーウィックは一生も上げることができず、真に競争力のある車をドライブすることもできなかった。ありがとうございます。